クロベタゾールプロピオン酸ウエステルは合成副腎皮質ホルモン外用剤の一つである。皮膚炎や感染等の皮膚疾患の治療に用いられる。ステロイド外用薬として使われ、日本での格付けで5段階中後のストロングスト。商品名でルモベートなど。財形には軟膏、クリーム、ローションがある。効力が極めて強いので、大量、または長期にわたる。 広範囲の使用で、全身性の副作用が発現することがある。免疫抑制効果があるので、円形脱毛症、尋常性白斑、硬化性耐腺、扁平耐腺等の自己免疫疾患の治療にも使用される。皮膚の急性、慢性、GVHD の治療にも使用される。外用剤ではあるが、添付文書には重大な副作用として、眼圧更新、緑内障 白内障が記載されている。これらは特に眼検皮膚への使用あるいは大量、または長期にわたる広範囲の使用で発現しやすいとされる。その他にも、皮膚神経症、皮膚細菌感染症、まれに、皮膚ウイルス感染症が発現するほか、長期連用で、座礁様発信、ステロイド皮膚、色素脱出、酒作用、皮膚炎、後衣皮膚炎、 多毛、魚輪性様皮膚変化、一過性刺激感、乾燥が発現することがある。吸収率の高い部位、頬、頭、首、陰部では、長期連用しないよう注意し、顔へのベリーストロングのステロイドの使用は、推奨されない。全米皮膚炎学会によれば、ステロイド外用薬離脱の危険性を医師と患者は、知っておきべきで、強いステロイドの連用は2週間までとし、 その後少しずつ前減して減らしていくとした。ラットで再域形成が認められているので、妊婦、または妊娠している可能性のある婦人に対しては使用しないことが望ましいとされている。カリフォルニア州環境保護庁は、下記のように警告している。ラットに最大5 0ログラム日を傾向投与した実験では、肺の再吸収数が増加し、 最大容量では生存体示数が減少することが明らかにされた。再起形成 U。胎児危険度分類カテゴリー C。皮演奏、桃源クリーム、ローション、ノアトクリーム、漢方クリーム等、ステロイド不使用を謳った外用剤からクロベタゾールプロピオン酸エステルが検出される事例が発生している。ありがとうございます。